鈴木の彼方。こんにちは、鈴木の彼方です。今回は3月の8日にヤマハさんのトリシティ300から改善対策が出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。前半はいつも通り公式サイトの内容を読み上げ、後半はその内容の解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただきましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。スタンディングアシストにおいてディスク表面の加工方法が不適切なため、発進時に当該アシストの解除操作を行ってもキャリパーのパッドがディスクに付着し、自立の補助が維持されることがある。そのため最悪の場合カーブなどで車両を傾けられず転倒する恐れがあるとのこと。改善内容は全車両スタンディングアシストのディスクを対策品に交換するとなっています。対象車種はヤマハさんのトリシティ300、2020年7月28日から2021年6月24日までに製造された1283台が対象となっています。何が書いてあるのかさっぱり意味不明ですよね。順を追って解説していきます。そもそもこのトリシティ300というバイクは、見た目通りタイヤが3つついている少し変わったバイクです。しかしタイヤが3つあるので、その分信号待ちなどで止まっている時の安定感が普通のバイクに比べてとても高いのが特徴です。さらにこのバイク、信号待ちで運転手が疲れないようまっすぐにバイクを立てるのをアシストする機能があります。それがこのスタンディングアシストです。しかし当然走ってる間は不要なので、普通走行中はスイッチをオフにします。これが今回の不具合の場合、スイッチオフにしてもちゃんと解除されず、直立状態を維持しようとし続けます。以前も解説をしました通り、バイクは曲がる時に車体を傾ける必要があるんですが、それができないので転倒、最悪峠道だと崖から落ちてしまうことがあるというわけです。今回の解説いかがだったでしょうか。内容だけ見ればリコール並みに怖いことが書いてありますので、対象車両をお持ちの方は早めに修理に出すことをお勧めします。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は日野自動車さんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。